はい、こんにちは、サイです。今回は滞在竜と鍵の勇者シリーズの新キャラミア、こちらで裏マロをやっていきたいと思います。まだ若干ね、鼻声が治ってないんでちょっと聞きづらいかもしれないんですけども、ごめんなさい。はい、開幕バインドを解いてヘイストをかけて変身ターン稼いでいきましょう。ですね、先にちょっと3つほど連絡とあと宣伝をさせてほしいんですけれども、まずですね、本日予定していたパズドラ定例会議なんですけども、ちょっとここ数日の体調不良でまとめ作業がちょっとまだ完了しきれませんでしたので、すいません、延期させていただきます。大変申し訳ございません。で、開催日については後日ね、また各所で連絡させていただきますので、それでちょっとよろしくお願いします。はい、で次、明日5月2日と5月3日の2日間ですね、生放送特別企画、なんだ、生放送ゴールデンウィーク特別企画としまして、なんだっけ、ちょっと待ってよ。人気ソシャゲ初見プレイの旅、面白さの秘密を探るっていう、すごく有名なんだけども、実は僕が今までやったことがないソシャゲっていうのを、プレイして、で、そのゲームの、なんだろうな、その面白さとかをちょっと学んでいこうかなっていう、そういう、企画、そこで得た知識とか、視点っていうのを自分のパズドラのプレイにも活かしていこうっていう、そういうね、企画をやりたいと思ってます。概要欄の方にリンク載せてますんで、よければご覧ください。で、3つ目なんですけども、現在ですね、プレゼント企画を行ってまして、滞在竜と鍵の勇者の星7確定ガチャの値段分3680円の、ギフトカードをプレゼントします。で、そのプレゼント企画の専用のね、ツイッターアカウントっていうのを作成しましたんで、こちらもね、概要欄にリンクありますんで、気になる方はチェックしていただけると幸いですね。よいしょ。はい。ということで、定例会議延期しますよっていうことと、人気ソシャゲありますよっていうのと、あとプレゼント企画やってますよの以上3点でした。はい。ということで、じゃあ、ここから本編。なんとかね、先日、運よく 1% の壁を越えてね、引くことができた、ミアなんですけれども、はい。リーダースキル確認しましょう。27ターン変身で、無条件半減の8コンボで攻撃回復が3倍で、光回復の同時で、ちょっと待って、これ分割ができん。下手くそ。光回復同時で軽減7倍2コンボ加算ですね。で、軽減率が 30% なんで、50の30で、65% かな。で、とりあえずね、裏マローで今のところ何周かちょっと試運転をしてるんですけれども、強いのは強いです。はい、間違いなく。基本的には、L 字と、あと回復の L 字を組むことで、しっかりね、火力を出すことができるんで、使用感的にはね、竜明に結構近いかなっていう感じがしますかね。で、ただ違う点としては、別に平積みしてもいいし、列にしてもいいし、正方形でもいいし、そのパズルの型の自由度っていうのが非常に広いんで、お手軽ですね、こっちの方が。竜明はね、L 字損ねた瞬間、死んじゃうんで。はい。で、あとそのスキルの方がね、2ターンでロック解除かつ、光回復を5個生成、アホみたいに強いですね。むちゃくちゃ弱いわけないんだよな、このスキルで。俺やっぱ思うのは、今のパズドラってね、最強、今のパズドラにおける最強の変換スキルって僕はやっぱランダム変換だと思うんですよ。ノルザが流行り出した頃くらいからかな、僕本当思ってたんだけど、やっぱその盤面にほとんど影響されずに狙った数をしっかり作ってくれるっていうその信頼感っていうのかな。それは他の変換スキルには本当ないなっていうふうに思いますね。これはカマドラ使っちゃっていいかな。回復の列で回復することもできるんだけど、ちょっと今盤面ないんで、とりあえずこれ使いましょう。うん。で、しかもこのスキル、ロック解除がついてて、で、かつ回復を5個作るっていう点がね、偉いですね。しっかり追い打ちができるだけの量を確定で作ってくれるんで、非常にね、安定しますね。で、プラス、あとこれ個人的な好みの話なんだけど、処理が2つなんで、早い。快適。これはね、竜明にはない特徴ですね。竜明は、だって処理が5回あるんで、なんていうかな、遅いんですよ。遅いからね、僕あんま好きじゃないくて。竜明好きな人いたら ごめんなさいね。僕はあんまり好みじゃないから積極的に使うことがあんまりないんですよね。
そこと比べると、すごいね、こうやって早いんで、いいなって思いますね。よいしょ。はい。こうして、こうやってね、回復と、光のね、L 字を組んであげると、がっつり火力が伸びて、まあ、ほぼほぼリーダーフレンドがカンストしてくれるんで、これでね、戦っていくのが、まあ、基本になるかなっていうふうに思いますね。で、ただまあ、弱点も一応あるにはあります。まずやっぱ例によって本人が無効貫通を持ってない。他のキャラで補おうとしたら、やっぱそのギミック耐性がちょっと甘くなったりとか、まあその、まあ龍明と結構似たような苦労をやや強いられる点があるんで、まあその、ダイヤとかファガンみたいな貫通スキルを使うっていう方法も全然あるかなって思いますね。で、僕は今回その、魔狼なんで、そのボス戦に絞ってそのガウリーをね、採用しました。で、あと8コンボしないと回復力に倍率かかんないっていうのも、これ意外とね、めんどくさいんですよね。すごくね、見かけ上は耐久力高そうに見えるんだけど、ただその光と回復を組むだけで耐久し続けるっていうことができないんですよ。いや、まあできないは言い過ぎだけど、やっぱ8コンボを作らないといけないんで、火力がどうしてもある程度出ちゃうんですよね。ミア自身は、まあ10コン2つなんで7コン持ってないんで、8コンボでは全然火力出ないんだけれども、やっぱ8から10っていうとね、まあ落ちコンとかで、まあ、すぐ乗っちゃうんで、こんな感じでね、すぐ乗っちゃうんで、まあ、その殴らずに貯めるっていうことがやっぱ若干しにくいっていうところがありますね。だからまあその駆け抜けていかざるを得ないっていうところがあるんで、まあ、そのどの階層でどのスキルを打つのかっていうのをちゃんと計算しながら立ち回る必要が結構あるかなっていうふうに思いました。なんか状況に合わせて臨機応変対応するっていう感じとはちょっと違うかなって思いますね。そこが龍明と大きな違いですかね。こっちの方がだからスピード感はね、すごくありますね。速いと思います。よいしょ。しっかりもうこういう感じで立ち回っていこうっていうのをあらかじめ決めてから使う分には、多分こっちの方が快適かなっていうふうには僕は思いましたね。まあもっと使っていけばいろいろ見つかってくると思うんですけれども、今のところはそんな感じですね。はい、じゃあこの調子で頑張っていきましょう。適当にカットします。あ、正方形右組めてねえじゃん。あ、てかミスター、次大送りだったらまずい。今俺マーベル使っちゃダメだった可能性が非常にあるが、あるね。ミスったね。これはフリシラをとりあえず打つのは確定として、まあでもミアで一応ある程度は上書きできんのか。これだから光になった瞬間に変換使って、で、できるだけちょっと毒を巻き込んで消さないようにするしかないな。やらかしたな。最悪ゼロコンボでもいいから、こうで、あとここでできるだけ消そう。よいしょ。はい。はい。ちょっと、繋がらないようにだけ。OK。大丈夫。今、ゼロコンボだったけど、いい。これは仕方ない。死ぬよりはいい。んで、できるだけこれも消して、消して、消す。で、ここは1コンボしよう。OK。で、この毒はマーベルで消せるから、餌にして、ここ突破していきましょう。危ねえ。ただ、ルーレットが、まだ効いてるんで、10コンボしないと抜けないかな。追い打ち必要なんでね。よいしょ。踏んで、分割をできるだけしたい。よいしょ。はい。こうか？いや、これダメだ。繋がる。ちょっと待てよ。違う。もっと組めた。落ち込ん。はい、オッケー。パズルがね、下手なんだよな。火力は出るけどね。はい、じゃあそろそろ、じゃあ雑談していきましょうかね。ちょっと時間なくなっちゃったんですけども。はい、そうですね、まあ僕はですね、まあ今一人暮らし してて、一人暮らしし始めてから、まあ大体 2年半ぐらいかな、経つんですけど、まあ当然やっぱその一人暮らしだと家事はね、全部自分でやんなきゃいけないし、まあ食事もね、用意しないといけない。で、まあ、結果として、まあ、外食に頼ったりとか、まあ、その、簡単なもので済ませるっていうことが多くなって、まあ、なんていうのかな、その、いい感じのおかずというか、そういうのを食べる機会っていうのは、まあ、少なくとも実家にいる時よりは、どうしても減ってしまってるのね。
でそんな時ね、まあ、こうスーパーに行って嬉しくなる瞬間っていうのがあって、それがね、まあ、の半額シールがついた、まあ、惣菜とか弁当を見た時ですね、あのもちろん安いっていうのも嬉しいんだけど、やっぱ何よりね、自分が普段こう作らないというかあんまり用意しないようなおかずっていうのを安く食べられる。例えば、まあ、定番だけど唐揚げとか、そうだな、あのなんかコロッケとかって、まあ、その惣菜の定番ではあると思うんだけど、自分で作るのってやっぱ面倒じゃないですか。やっぱ揚げ物だし、これワンパンできるかな。まあいけそうかな。いこうか。そういうのをね、口にする機会って意外とね少ないんだよね。だからそういうのはね、見かけたらね結構やっぱ買っちゃうかな、僕はね。ただね、ちょっと待って、これ追い打ちしないといけないから、しっかり正方形決めて分割をしないといけないんで、ここで正方形で、これでどうだろう、これコンボ足りんのかな。もう一個。おお、すげえ塊で降ってきた。すげえ、すごい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 。それは行くわ。いや、でもなんかあんまり貫通してないな、やっぱり。不幸貫通2枚しかないんだね。誰ですか？芝ドラ。まあまあいいでしょう。そう。ただね、僕最近ネットでちょっと気になる記事を見かけたんですよ。で、それが、まあ、ある女性が、スーパーでそういうなんか半額とかの商品を見つけたら、あのすごい嬉しく感じるって言うんだけども、そのことをなんか他の女性の友達に言うと、なんかね、なんかそんなのよく買えるよねみたいな、恥ずかしくないのっていう、なんかそういう返事がね返ってきたらしいんですよ。で他にもなんかそのあるねカップルがその半額になってる商品をなんか買うのはなんか恥ずかしいみたいな、そのお寿司をねこう複数カゴにその女性の人がね入れたら、その男性側の方がそんなのたくさんカゴに入れるの恥ずかしいよみたいな、なんか一緒にいる俺の身にもなってくれみたいなことを言ったらしいのよ。だからなんかその半額になってる商品を買うことが恥ずかしい行為だって思ってる人が世の中にはいるっていうことなんですね。でまあ、皆さんはその半額とかその値引きされてる商品って買いますか？僕はまあめちゃくちゃ買うんですけれども、さっきも言ったけどね、なんかそのそもそも安いものを買うことが恥ずかしい行為だっていうそのなんか発想が今まで僕の中になかったんで、ちょっとびっくりしたんですよね。まあ自分の中でね、そのはず、なんだろう、半額になってる商品を買いたくないって思う瞬間が、まあ、もしあるとすれば、まあ、例えば、まあ、食べ物だったらね、その鮮度とか味がちょっと気になるとき、これちょっとさすがに傷んでそうだなとか、あんまりなんか、乾いてて美味しくなさそうだなみたいな、なんかそういうのは手出さないかな。なんかその見た目的にいけそうかなって思ったら、大体まあ買うんだけど、なんかその恥ずかしいからっていう理由で買わないっていうのは、まあ今までしたことないな。なんかお金持ちの人はそういうふうに思うのかな、わかんないけどね。まあその、まあ、スーパーとかまあ何でもそうなんだけど、まあああいうその半額になってる商品っていうのは基本的にはやっぱりその例えば賞味期限が近いとかっていう理由で、まあ、安くなってることが多いで、そういうのはね、あの基本的にはやっぱ買った方がいいものなんですよね。なんでかっていうと、その買った方がいいっていうかね、なんかそのお互いに得なんだよね。スーパーもその我々そのなんていうかな、消費者側も得するんですよ。やっぱその廃棄処分するよりも、それを安く買って消費してあげる方がその両者と得策というか、なんかもったいないじゃないですか。やっぱり恥ずかしいってことよりもったいないの精神が僕はやっぱ上に来ちゃうんで、そのまあ産業廃棄物になるぐらいだったら半額でも買って、で半額で買えたことで自分は得だし、
お店の方も捨てなくて済むから、絶対そのっちの方が、まあいいんだよね。お互いにメリットがある。で、まあ食べ物以外でも、まあ例えば、家電量販店で、まあ、僕家電量販店意味もなく行くの結構好きなんですよ。なんかワゴンに入ってる、なんか電気小物のなんかちょっと安くなってるやつとかは結構見ちゃうのね。え、これ大丈夫か？やりすぎ？多分大丈夫だと思うんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。危ねえ。ここで突破したいが、盤面がちょっとあれなんだけど、とりあえずこれ打って、で、そっからこれを重ねて、光が、キー、光、光で、光3つね。あ、これ大丈夫かな？いけそうですね。これ持って、で、この暗闇は全部光ね。こうでこう、はい、大丈夫だよね。なんかその7、8年ぐらい前だと思うんだけど、500円で買ったその電動鼻毛カッターをね、僕今でも愛用してますね。なんかそのそういう発見があるかもっていう期待を持って、こうなんか安いものをこうちょっと探すっていうのはやっぱ楽しいっすよね。そのいいものを安く手に入れられるっていうその充実感というか、その買い物が楽しくなるすごく大きな要素だと思うんで、そういうのは僕いいなっていうふうに思うんですよね。そういう考えで僕ずっと今まで生きてきたんで、なんかその値引き商品を買うことが恥ずかしいっていう発想を知った時はね、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、まあそれはやっぱ価値観の違いなのかな。まあそれがまあ友達だったら、まあちょっと考え方が違うなぐらいで済むかもしれないけど、まあそれがね、彼氏彼女とか、まあ結婚相手とかだったら、きついだろうね。自分と近しい人がそういう考えを持っていると、なかなかちょっとこう、長く付き合っていくの苦しそうだなっていう気がしちゃいますね。だからそのあたりの価値観っていうのができるだけ近い人と、まあ、お付き合いできたらいいなというふうには思いますけど。よいしょ。はい。もう一個。OK。まあ、ガウリーがほぼ確実に4を削ってくれるんで、しっかりダメージを与えられるんですよね。で、削りの幅もまあ、ほぼほぼ一定なんで、間違わなければ大丈夫。てかまあ、この段階でいけそうちゃいけそうなんだけれども、まあ、もう一発軽く殴るか。よいしょ。はい。んで、こう。たまにね、その向こうライン、いい感じに、突破しなくて変な削りする時があるからね、それだけ怖いんだけれども、まあ9コンボだったら大丈夫だよね。 OK、 ここでマーベルがまた復帰したんで、ここで突破していきたいですね。でプリシュラも一応打てるんで、まあここで突破しようか。はい、ガウリー打ちの、これ打ちのミアは打たなくていいかな。これ、まあ、盤面いい感じなんで、これミア打たずにプリシュラだけ打っちゃおう。はい、ワンチャン発狂耐えれるかな。万が一殺し損なったとしても。よいしょ。はい、正方形ここで組む。よいしょ。待てよ。はい、こう。さあ、これは行くでしょう。はい、いい落ちコンが乗って。ん、ちょっと怪しかったな。なんかちょっと怖かったけど、まあ、勝てました。はい。ということで、非常にね、お手軽ですね。もし弾けた方はね、よかったら使ってみてほしいなっていうふうに思います。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。松木の場でお会いしましょう。バイバイ。